キチャンネル。ちょっ、こんにちは。大谷翔平大問題。大問題、はい、大問題が起きる可能性がある。へー。メジャーでは、うん、まあ、いろんな、ここほんと数年で、はい、いろんなルール変更がいっぱいあって、はい、でその中で大谷翔平にとってかなりのメリットがあるルール変更が今まで行われてきたわけ、はい、個人的に言えば、うん、まず一つは、うん、投げながら DH をできるっていう大谷ルールだね。大谷ルール、はい、だから今まではピッチャーが DH に入ることを許されなかったわけだよね、はい、だからまあ今ね、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ両方とも DH 採用にメジャーはなったから、うん、はい、もしピッチャーが打席に入る場合は DH を解除して、うん、でその選手が入らなきゃいけなかった、はい、でピッチャー交代したら、うん、野手どっかポジション守られない限り、うん、打席も交代しなきゃいけなかった、うん、でそれがメジャーのルールが変わって大谷ルール適用されて、ピッチャー投げながら降板しても DH としてとどまり続けることができるようになったっていうのが、うん、まあ、ここ数年の大きな、まあ、ルール変更だね、はい、メジャーの、まあ、大谷ルールって言われるぐらいですから、大谷選手に向けた、そうそうそう、利点のあるルールってことですね、うん、だからこの二刀流選手がに向けたルールだから、うん、はい、だからその昔の人たちの二刀流と、うん、まあ、比較対象にならないぐらい大きなルールになったわけだね、うん、はい、で最近でもう一つ言うとワンポイントリリーフ禁止ね、はい、だからリリーフピッチャーは、うん、3人の打者投げるか、うん、そのイニングが完結しないとピッチャー交代はできませんっていう、うん、はい、ワンポイント禁止、うん、で、もう一つが、まあ、ピッチクロック、はい、ピッチコブだね、うん、であとは牽制の制限、はい、ね、大きなルール変更がいろんなところで行われている中で、うん、今回新しく大リーグが検討しているルールが、はい、先発投手が最低6イニング以上投げることを義務付ける新ルールを検討している。おー、だからその目的としては、はい、先発投手がマウンドで過ごす時間を増やし、うん、より長いイニングを投げることと、うん、そして利き腕の手術を受ける回数を減らすことを望んでいるという、うん、だからトミー・ジョンとかね、はい、で、メジャー全体で三振数が増えており、うん、そのバランスもテコ入れを図りたい考えだと、うん、2014年の先発平均投球回数が 5.97 回だったのに対して今季は 5.25 回と減少傾向と、で 3A では 4.3 回に減少していると、うん、すでに例外の案もあり、その100球以上こう投げてたら6回いかなくても変わっていいですよ、はい、もしくは自責点4点以上を取られたら変わっていいですよ、6回いかなくても。そうですね、もうボッコボコにされてね、はい、でも変われないっていうね、うん、難しいですね。でもしくは降板後に故障者リスト入り、だから怪我して交代、うん、で故障者リストに入る、はい、だったらこの制限はないですよっていう、うん、あの例外規定も入れる中で、はい、新ルールが導入された場合、はい、グラウンド外で大きな影響をもたらすことになるでしょうと。投手は球速至上主義から脱却し、うん、だ要はもうスピード出ればいいんやろうから脱却してより長くイニングを投げられるように、うん、要は8割の力でポテンシャルを上げて、でスタミナを継続しながら長いイニングを投げるようにトレーニングに取り組むことになるだろうという見方があると。で長いイニングを投げるために投球のペースを調整すれば、近年深刻化している、投手の利き腕の故障割合を抑える可能性もあり、また打者もより多くの打席に立つチャンスが増えることになると、うん、で MLB は現時点で実験段階には至っていないが話し合いが始まっていると、うん、っていうね、ところで、まあ、あとはベース拡大とかね、はい、守備シフトの、制限っていうところもルール変わってるんで、うん、まあ、これが導入、まあ、2023年から導入されることはないと思うんだけども、25からは2025年から導入されることはないと思うんだけども、うん、仮にもし導入されたら大ピンチね、大谷大ピンチ、はい、はい、でそれなんでかっていうと、うん、メジャーリーグは登録を投手登録なのか野手登録かに決めなきゃいけない、うん、はい、もしくは二刀流選手登録っていうのにしなきゃいけなくて、はい、あの野手登録してた場合、うん、ピッチャーとして投げるのは6点差以上かな、はい、あの差が開いた6回以降じゃないと登板できない、はい、で投手登録は13人しかできないんで、はい、でもそれが二刀流選手登録できれば、うん、先発13人プラス1できるわけ、はい、だからこの二刀流選手登録っていうのはかなり重要な問題なんだけども、うん、二刀流投手登録をする場合は、うん、
前年にメジャーで20イニング以上を投げ、はい、野手として20試合以上を先発試合出場しなきゃいけない、はい、でその1試合の中で3打席以上立たなきゃいけない、うん、だから要は60打席立たなきゃいけないんだよね、うんうん、その20試合の中で、はい、もしくは20イニング以上投げた人が翌年二刀流選手登録できるわけ、はい、ってなった時に来年から導入されちゃうと、うん、6回投げなきゃいけないんだよね、はい、大谷は、うん、でもリハビリ明けだよね、はい、そしたら6回投げれないじゃんね、うん、だから今でも行われてるこの開幕時とかは80球で交代とか、はい、っていうのもできなくなっちゃうわけ、うん、でそしたら故障した投手がリハビリするのは 3A に行かなきゃいけなくなる、マイナーに調整しないといけないんだ、その6回を、はい、もしくは100球以上を投げれるものができるまでマイナーで投げてこなきゃいけないんだよ、はい、でそしたら1軍メジャーの試合ですら DH 投げですら出れない可能性ある、うん、ああなるほど、もしくは投げる時は休まなきゃいけない、はい、マイナーに投げに行くからね、うん、その調整をしなきゃいけないから故障明けの選手がメジャーリーグで調整しながらメジャーで投げるっていうことができなくなる。ああ、ちょっと今日はじゃあ3イニング投げてみようとかができないですね。そうそう、リハビリだからまず80イニングからスタ、うん、80球からスタートして、うんうん、で徐々に球数イニングをメジャーで増やしていこうっていうのができなくなる、はい、うん、でそしたら今年中に20イニング投げなきゃいけなくなるじゃん、はい、来年二刀流登録をするんだったら、はい、でもそしたら今ドジャース、うん、地区優勝ギリギリのラインなのよ、パドレス、ダイヤモンドバックスよ、でそしたらそんな余裕ないじゃん、はい、でだからまあ今リハビリも順調に進んでるし、うん、でそしたらこれかなり大谷にとっては問題が大きくなる、うん、その二刀流をまず登録するのの、はい、あの日数を稼ぐのがいきなりできなくなる、うん、はい、え、二刀流登録をできたとしても先発として来季もしかしたら6回は投げないといけない、そう、もしルールができたら6回投げなきゃいけなくて、はい、でもし投げれない場合は DH を解除しなきゃいけないっていう罰則を作る可能性があるっていう、うん、あーなるほど、要はもし大谷が DH で出てても、はい、じゃあどうだって投げてる先発ピッチャーが6回以内もしくは100球以内自責点4点以内の中で変わっちゃうと、はい、DH 解除しなきゃいけない、はい、そして大谷引っ込まなきゃいけないと、DH が解除、はい、うんうん、はい、なるほど、だからその二刀流が常にできなくなっちゃう、はい、っていうぐらい罰則を作ろうかっていうようなのが今検討されてるらしい、あとはあのオープナーとかリリーフデーが禁止になる、うん、はい、できないですね、あー、それもできなくなっちゃうのか、うん、それの先ほど言ったようになぜするかっていうと、やっぱり最近その球速ばっかり、うん、一発のね、出力ばっかりトレーニングで鍛えて、はい、体に負担かかるから、うん、手術することが増えてるから、うん、その8割型でバランスよく長いイニング投げれる選手の能力を必要とするように、うん、ルールを変えてそっちの方向転換して、はい、怪我を少なくさせようっていう思惑もあるらしくて、はい、まあ、言ってることはわからんでもないよね、うん、ね、先発が6イニング投げれなかったら DH 交代みたいなね、はい、DH の選手を交代させるか DH 解除するか検討してるらしくて、うんうん、DH の選手を交代だったら DH としては残るけど、うん、大谷が変わって誰かが DH に入らなきゃいけないみたいな感じになると、うん、大きくその大谷にとってもマイナスになるから、はい、だからこれはルールは、ね、うん、まあ、今後どうなるか分かんないけども、うん、一歩間違ったら大谷にとったらかなりマイナスのルールになる、そうですね、うん、出場しにくくなりますね、すごくね、そう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 、うん、であと途中でかだから打席数とかも減ったりするかも分かんないし、ね、うん、じゃあこれから二刀流としてどうなんやっていうところにもなってくるし、うん、ピッチャーとしてで大谷の平均イニングは 5. 点何回さっきも言ったようにメジャーが 5. 点何回だから、うん、その必ず6回投げなきゃいけないスタミナ面も強化していかなきゃいけないから、だ出力落としてっていうのもなるしね、はい、うん、いろんな感じでまだでも検討されてるから導入されるかもわかんないよね、そうですね、うんうん、来年からかどうかわかんないけどそのうちされる可能性はある、そうそうそう、そしたらまた大きくね、うん、大谷にとっても負荷のかかるルールになってくるから、うん、まあ、今まではね大谷にとって大きな追い風になるようなルールがね、はい、いっぱいできてきたからね、今盗塁もすごいしてるしね、そうそうそう、そこら辺は大谷にとってはかなりね環境になってきてるけども、うん、それはちょっと向かい風のねルールになってくるから、はい、まあ、それはどうなるのかなっていうところは、うん、まあ、観察していかなきゃいけないけども、うん、もし導入されるとかなりデメリットになるんじゃないのかなっていうね、うん、ところもあるけども、ね、はい、メジャーってすごいルール変わりますね、そうなのよ、もうどんどん変わっていくからね、うん、どんどん変わる、もう、うん、ピッチブロックも入ったりとか、うん、いろいろね、うん、すごいですね、毎年順を知っていかないといけないわけですもんね、そうだね、うんうん、だからそういった面ではもうマネジメントもトレーニングの仕方も変わってくるからね、そうですね、うん、まあ、これはどうなるかはね、はい、観察しましょうっていうところですけども、まあ、こういったねニュースがアメリカから入ってきました、はい、はい。